はい、おはようございます。それでは集まれ動物の森、始めていきたいと思います。お、なんか初めてのパターンですね。この前作ったキャンプサイトに、まあ、お客様が来ているということでしょう。この時間帯からね、やるのが、非常に珍しいんですが、今日から、テレワークということでね、まあ、早速この時間帯から、まあ、始められてるということになりますね。で、無人島生活としては、14日目ぐらいですかね。で、ちょっと緊急事態宣言の発令で、昨日、おとといが、ちょっとバタバタしててね、ちょっと、できてなかったんで、二日ぶりの、まあ、無人島生活になりますかね。じゃ、早速ね、このキャンプサイトになんか誰か来てるということなんで、ちょっと見ていきましょう。初のキャンパーさ、どれぐらいいるんでしょうね。この島においでよ、君も移住すれば。両方とも移住してこいって感じ。あながちってどういう語尾ですか。管理人さんは何、たぬきちになるってこと。お、まあね、テレワークで家にいることが増えてるから、もうこういった形で運動しとるわけですね。じゃあ私も運動を。はい、こんなことやってる場合ではないと。勧誘したよと早速ね、まあ、言われる前にしちゃいましたよ。オッケー。
ああ、ログインボーナスが、ゼロスタートか。やられたな。ガウチョのパンツ。ガチョウパンツかというのね。今、志村けんさんが亡くなってしまったんでね。バレリーナ服のガチョウのね、そんなやつかと一瞬思いましたが、そんなことではないと。ガウチョのパンツ。はい。あれ、上も変わった？あ、なるほど。一体型みたいな感じなのか。じゃあ、新しい住人の、家をね、設定する場所を決めますかね。まあ、この辺にね、今、ちょっと家を、一時的に置いといて並べてるんで、まあ、この辺にね、そのまま、ちょっと並べていきたいなと。ちょっとこの辺をね、整理して、このまま横付けさせたいですね。で、この木はどうしようね。果物なってないから一回ちょっと伐採しちゃいましょう。ほい。ちょっとこれもいいか。で、アイテムだけはね、回収させてもらって、この辺、どうでしょう。あ、坂もね、設置するの忘れてたね。想像してみる。ちょっともうちょっと後ろにしたいね。もうちょっと横にくっつく。この辺？もうちょっと横行けんのかな。ここどうでしょう。近すぎると。じゃあ、こうかな？はい。じゃあ、ここに決めちゃうと。はい。いや、それはね、今念入りね。調査して決めたから気に入ってくれるでしょう。だとね、坂をね、ちょっと決めたかったんですよね。この辺ね、ちょっとこの辺に上り坂を設定しようかなと。このギリギリがね、なんかダメって、ギリギリに本当は坂をやりたいんですけど、あれ。念のためもう一回ね、ギリギリで。あ、いける？あ、いいね、いいね。これにしよう。
あ、しかも埴輪がいるじゃん。ようやく埴輪実装ということですか？お、見つけましたよ。なるほどね。なんで住民はなかなか手伝ってくれないと。あ、なるほど。これが募金箱的な役割？さあ。なるほどね。じゃあまあ誰もね、寄付してくれてないと。まあ設置したばっかりですからね。じゃあ今家の場所と、新しい家を決めたんで、ここでね。もちろん。しょうがない。で、マイホーム、インフラはやったから何をすればいいと。なるほどね。マイホームは今、借金をしてしまってる段階だから、土地、橋、区画整理、土地を売り出す。これも一応やっとこう。まあ、探しときましょう。金が。おいよ。インフラ整備で土地はもうやった。橋や坂は区画整理って何か。なるほどね。いくら？ちょっとわかんない。金額はね。はいはいはい。一旦大丈夫です。一応ね、静江さんにも話しかけて、なんかできることはありますか？あ、まああまり変わらないね。じゃあ先ほどの、なんかキャンプサイトにいた人に話しかけに行きますかね。ラジオがなんか。これは手に何を持ってる？食べ物？サンドイッチ。
いやもう任せてくださいよ。終わりもこれは。では新しい住人を、スカウトするというのは、終わったってことですね。木製チェア、高額商品は木製チェア。株も買いたいんだけどね、なかなかね、時間が合わなくて買えなかったりとかするんですよね。株価だけ見て72名でございますと。はい、ではね、今日は、この辺にしていこうと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。